どうもこんにちは、たのじょうと申します。よろしくお願いします。やっていきましょう。ということで、なんと本日見てください、仙台の陸上競技場にやってきましたということで、まあ、これ言ってもあんま分かんない人いると思うんですけど、はい、あの千葉県総合スポーツセンターって言って、千葉県の中では一番でかい陸上競技場にやってきました、はい、なんでこちらやってきたかというと、なんと本日千葉県選手権に出場します。イエスイエスイエス。いやー、これは田村長いつ以来ですか？ここはもうね、高校の総体とか新人戦とか全部ここでやってたのよ。はい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 。だからもうめっちゃ思い出のある競技場で、はい、俺もう歩いてきた時もう泣きそうだったもん。ちょっと今日はですね、約1ヶ月ぶりの1500m の出場ということで、はい、前回1500出たのが東日本実業団ね、はい、前田蓮也先輩が引退レースで一緒に走ったやつなんですけど、そこから約ちょうど1ヶ月か空いてのレースということで、はい、なんか千葉県選手権僕実は出るの初めてなんですけど、ちょっとね、2ヶ月前とかすごい不調で、だけどなんか思い出のこの地で走ったら、なんかきっかけつかめんじゃないかなと思って、はいはい、ちょっと出場したいなと思って、エントリーしたんですけど、はい、今回多分その組的にね、日本選手権の標準3分44秒50を切ることはおそらく難しいと。それはもう一人旅になってしまうから、うん、だから今回はタイムを目指すというよりかは、その組で1位、つまりこの千葉県選手権を優勝してほしいっていう風に ね、 そうだね、思うんですよね。選手権大会だから、はいはい、順位を狙っていきたくて、うんうんうん、普通の記録会だったらタイムなんですけど、うんうん、大会だからやっぱ順位がね、取れたら嬉しいという感じなので、はい、少しでも上の順位、優勝を狙っていきたいなと思っております、はい、今日ちょっとこの千葉県選手権で頑張っていきたいなと思います。それでは早速やっていきましょう。タムジョー YouTube、はい、ということで現地は安定の木の下ということでね。いやー、ここが一番涼しいんだね。ここが一番涼しい。なんか思い入れがあるんですか？やっぱね、ここも昔市船で陣地取ってたことあって、はいはいはい、よく市船時代にこのグラウンドは来ましたけど、はい、そこのあの陸上競技場あって、はいはいはい、そこでも応援できるんですよ。この今柵を越えた場所ですぐ応援できると。あっちから登ってってここで応援できるんですけど、はい、いろいろ思い出がありまして、はいはいはい、一番思い出が、後輩の新人戦の応援に僕ら3年生が行った時に、はい、僕がこう頭にタオル巻いて、はい、行けこらーうわーみたいな叫んでたら、はいはいはい、本部から中村先生こう歩いてきたの。あの市船の監督ね、監督が歩いてきて、はい、あ、じゃあって言ったら、はい、お前も帰っていいよみたいな。お前もういいからまずお前タオル、お前取れはい、こう取って、あ、もう帰っていいから帰っていいから、そっから帰らされて、帰らされてたという話とか。集合の時もなんでお前いいのってなって、集合の待機場で待ってたのよ。はいはい、はい、一人で。そしたら先生こう全部終わって帰ってきて、うん、え、お前なんでいいの、帰ったっつったじゃんみたいな感じ、全員の前でまた怒られて、で僕帰ろうかなと思って帰り際、その野球場一周して裏でこう隠れて見てて、でみんなと合流して帰ったっていう、帰ったね、なるほどね、やつがあるんですけれども、はい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 、本当に思い出深い地ということで走りの思い出じゃねえみたいっていう話なんですけどいろんな意味でね、いや、いろんな思い出が詰まった競技なので、はい、ということでこれからレースの方始まりますけれども、そうですね、めちゃめちゃこうレベル的にはその日本選手権のレベルを目指すっていうのはないから、順位狙っていきたいってさっき言ったんですけど、タイムはちょっと正直分かんないですね、うんうんうん、タイムは多分厳しいと思う。今季の3分53が先月出した記録なので、うんうんうん、そこに近いタイム、もしくはそれを超えられるようだったらすごいいいんじゃないかなと、はいはい、思うんで、今日はどちらにしろね、はい、そういうなんていうの、タイムを出さなきゃとかいけない気持ちもないから、楽しんでいきましょう、自分の状態がどんな感じで上がってるのかっていうのを今日ちょっと見たいなと思うんで、はい、この舞台楽しみたいと思います。頑張りましょう。頑張ります。タムジョー YouTube。それでは出場選手トラック1号からご紹介いたします。田村乗客千葉陸上、岡山県立奈良高校、今日10名の出場で男子 1500m 競走決勝が行われます。さあスタートしました。男子 1500m 競走決勝です。
したバックストレートで行われております男子棒高跳び、ようやく1回目をパスをしてきました育英大学の下塚選手が5メートルで1回クリア、同順位というところで順位争いをしておりますが、このあと内閣府の鈴木君が3回目を迎えていると思います。タムジョー YouTube。 はい、
お疲れ様でした。いやー惜しかったね。本当にコンマ何秒の試合というか。いやー最後差し切れなかったね。はいはいはい。まあ、正式がね出ましたということで、はい、こちらです。ズドン。症状を見たの初めてかも。そうだね。俺も初めて出たから、はいはいはい、2位ももらえるんだと思って。はい、3分56秒39で、はい、まあ、1位の子と 0.2 秒差ぐらいだったら勝てなかったんだけど、うんうんうん、まあ、今日はタイムはそんな意識しないで、そうだね、勝負意識したんだけど、はい、ちょっとやっぱね置きに行きすぎたね、はい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 、やっぱ今まであんま自信持てないレースが続いたから、はい、ここで2周目過ぎて自分で行こうかなと思ったんだけど、うんうん、ここで行って失速して負けちゃったらどうしようとかっていう気持ちがあって、はい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 、ずるずるちょっと前出れずに、はい、最後まで行っちゃって最後上げたけどちょっとやっぱ展開的にもうちょい早く仕掛けてればっていうのもあったし、はいはいはい、ちょっとそこがまあやっぱまだ今季の不調の気持ちが続いたのかなと思いますね。まあでも見てる方としては、うん、もちろんねタイムも、まあ、そうなんだけど順位争いみたいなレース、そうっすね、そのねさせるかさせないかの、うん、ギリギリのあのラスト 100m がめちゃくちゃ面白かったんで、なんか今日会場めっちゃ沸いてて、会場がめちゃくちゃ盛り上がっててっていうのが聞こえてきて、そう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 、最後抜きたかったなと思ったんだけど、うんうん、でも今までの最近のあのレースからすると、うん、1個成長したところがあって、はいはいはい、最後の1周で上げることができたんですよ、うんうん、今までのレースは最後の1周になっちゃうとやっぱタイムが落ちちゃったりとかラストの鐘が鳴って落ちちゃったりしたじゃないですか、はいはいはい、まあ、それまでの今日のペースはちょっと遅いかもしれないけど、はいはいはい、最後を上げることができたんですよ、はいはい、だからちょっとやっぱスタミナを最近ずっと鍛えてきて、うんうん、それが今日生きたんじゃないかなと思うので、多分60ぐらいまでは上がってたんで、そうだね、最初の入りからして60か60ギリぐらい最後、うんうんうん、だからやっぱいつもだと60いくつが落ちちゃうんだけど、はいはいはい、それがねやっぱ上げることがねすごい自分の中で成長できたかなと思いますね。なるほどね、まあ、これが、次のレースでいい展開になってラスト落ちなければ多分結構いいタイムは出るかなと思うんで、そうだね、今日タイムはあんま意識できなかったんですけど、次のレースはタイムを意識してちょっとまた練習していきたいなと思います。はい、頑張りましょう。次また次ぜひ応援していただけたら嬉しいです。お願いします。ありがとうございます。はい、ということで本日は千葉県選手権 1500m でした。皆さん見てくれてありがとう、ありがとう。次回もよろしく。バイビー。皆さん見てくれてありがとう、ありがとう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。